日本映画は一般的に日本国内の映画館などで公開されることを前提として日本国籍を持つ者あるいは日本の国内法に基づく法人が出資している映画を指すが詳細な定義は指揮者によって異なる。法画とも呼称される。また映画のことは時代によって活動写真、キネマ、シネマ等とも呼ばれる。 トーマス・エジソンによって1891年に発明されたキネトスコープが世界的な映画の起源となるが、それを用いて日本で最初に上映がなされたのは1896年11月で、当時の西洋技術の最先端である映画が到来した年にあたる。日本人による映画撮影としては1898年の朝の白による短編映画化け地蔵。 死人の蘇生に始まる。ここから現代に至るまで、日本映画は日本文化の影響を強く受けつつ、独自の発展を遂げ、日本を代表する大衆娯楽の一つとして位置づけられていった。日本映画をジャンルとして明確に定義することは困難であり、日本人監督によって日本人の俳優を用いて、 日本で撮影し、日本で上映する日本語の映画という条件のもと、そのいくつかが当てはまるものを一般に、日本映画と呼称している。このため、ホノカーボーイなどの爽快街ロケの映画や、フランスの資本をもとに、黒沢明や大島渚が撮影した、映画、西洋一、リアイビなどの在日韓国、朝鮮人監督による映画など、 全ての条件を満たしていなくても日本映画と認知されるものもある。外国映画に対する日本の映画という意味での故障は存在するが、市場のボーダレス化等、制作、配給の両面において、多国籍化が一般化している今日において、ジャンルとしての厳密な定義は、ほぼ無意味なものとなりつつある。山中貞人情史風船日本映画が、日本映画たり得た背景には、 当然、日本文化の影響が存在している。映画が日本に到来する時代、日本は世界でも丸な高い識字率を誇っており、大衆的な読み物から、新聞、児童書など、あらゆる書物が庶民に親しまれていた。また、映画より、はるかに長い歴史を持つ歌舞伎や人形浄瑠璃などの伝統演劇が日本映画に与えた影響も計り知れない。 これは今日でも映画館を劇場と呼称したりすることからも伺える。また、初期の無声映画時代、上映にあたり、弁士と呼ばれるフィルムの説明者が存在したが、映像と分離した音声を享受するというシステム、口踊り芸と呼ばれる洗練された語りの手法は、すでに人形浄瑠璃をはじめとする演劇で確立されており、日本人にすんなりと受け入れられ、 独自の発展を遂げたとされる。庶民にとって誰が弁士を務めるかも映画鑑賞の重要な判断基準となり、花形の弁士が演じる映画は総じて人気を博した。無声映画とは声のない映像のみの映画を指すが、日本映画においては真の意味での無声映画は存在していなかったと言って良い。純粋に日本文化を映画へ消化し、 日本映画らしさを出そうとする一方で、国外の文化や素材を日本風に咀嚼し、混合するという日本映画も多数誕生している。ジャック・フェデーのミモザ館から着想を得た、山中貞夫の人情史風船や、ウィリアム・シェイクスピアのリア王が原作とされる、黒沢明の乱などがそれに当たる。シネマトグラフ。 中心蔵関東大震災により、廃墟と化した神奈川県横浜市、倉間天狗、嵐勘十郎日本における初の映画上映は、鉄砲商人であった、高橋真嗣によって1896年11月、神戸の振興クラブに始まった。これは、トーマス・エジソンのキネトスコープによるものである。ルミエール兄弟のシネマトグラフによる、 スクリーン上映は1897年1月に稲畑翔太郎によって京都伝統株式会社の当時の本社の中庭にて初めて行われた。続いて1897年2月に初めての有料上映が稲畑翔太郎によって大阪にて行われた。同年3月には東京でキネトスコープを改良したバイタスコープが公開され、 人気を博した。谷崎純一郎は、次著「幼少時代において、一巻のフィルムの両端をつなぎ合わせ、同じ場面を何回も繰り返し映せるものと表している。その後、浅野史郎によっていくつかの短編映画が撮られ、1898年、日本で初めて映画が撮影された。1898年には先に挙げた、化け地蔵、死人の蘇生が。 翌1899年には、芸者の手踊りが公開された。これは小西本店の朝の四郎が、拷問者制の撮影機にて芝、公用館で、実写撮影し、駒田義弘が率いる、日本率先活動写真会によって、一般公開された。同年には一貫70フィートの日本最初の、劇映画となる、ピストル強盗、清水貞吉が、 小田義弘によって撮影され、日本初の映画俳優として、シンパの横山運平が起用された。積極的に映画と接触しようとしたシンパとは異なり、歌舞伎などは映画を泥芝居と下げすみ、原作や役者の提供に躊躇する時代であった。現存する最も古い日本映画としては、同年、柴田常吉によって撮影された、もみじ狩りがある。 1903年には吉沢商店が浅草に日本で最初となる映画専門館、電気館を設置した。翌1904年に日露戦争が勃発すると実写撮影班を現地中国大陸に派遣し、その映像をドキュメンタリー映画として上演し人気を博した。1908年に発表された本能寺合戦は最初の本格的な劇映画であり、 横田商会の依頼で本作品を取り上げた、牧野正造は、日本最初の映画監督として、名を残している。京都に浄瑠璃小屋を所有し、狂言方として活動していた牧野は、作品の原作に用いられる浄瑠璃を空で暗記していたことから、脚本を用いることなく、撮影に当たったと言われている。翌年には、歌舞伎俳優の尾上松之助が主演した、五番中心が、 大ヒットとなり、目玉の松ちゃんとして、日本最初のスターが誕生した。以降、小野絵は14年間の俳優生活において1000本を超える映画で主演を果たしている。中でも1910年に撮られた、中心蔵は、浄瑠璃、歌舞伎に続き、その後の日本映画においても欠かせない題材として、庶民の人気であり続けた。 後年、マキノはその功績を称えられ、アメリカの映画監督、D.W. グリフィスにより、グリフィス・マキノという称号を与えられている。1912年、横田商会、吉沢商店、エムパテー商会、福報堂という4つの映画会社が、トラスト合同を行い、日本活動写真株式会社、略称日活を発足させた。日活は、 従来の家内工業的な小規模な制作から一線を隠す日本初の本格的な映画会社となった。東京向島の向島撮影所、京都二条城西矢倉下の関西撮影所の2箇所の撮影所を設け、東京ではンパを、京都では急激を制作した。ここまでの多くのフィルムは、 演劇的演出の再現に止まり、映画として独自の技法が試みられるようになるのは1910年代後半に入ってからである。井上正雄が1917年に制作した大尉の娘では、クローズアップや移動技法、カットバックといった技法が導入されている。この頃より故障も活動写真から映画へと次第に変遷が始まり、 1922年頃までには映画という言葉が一般庶民にも深く浸透するようになった。一方映画評論においては吉沢商店が1909年に発表した初の映画雑誌、活動写真会などがすでにあったが、1917年に帰山のりまさが、 活動写真劇の創作と撮影法と題する理論書を発表したのをきっかけに1918年には日本映画の近代化運動、純映画劇運動が起こる。映画芸術協会を主催した木さんは、同書で映画は演劇の模倣であってはならないと説き、舞台脚本をシナリオ、お山を、女優、弁士を字幕として故障した。木さの作品には日本初の女優、 花やき春みを使った、性の輝き、日本初の女性のヌードシーンを撮影した、現影の女などがある。その背景には、第一次世界大戦が終結し、ハリウッドの映画会社が、徐々に、日本へと進出してきた影響は否定できない。こうした動きに合わせるように、国活、大活といった、映画会社が、相次いで設立され、1920年には歌舞伎を、 本業としていた小竹が、小竹キネマ合名会社を設立し、制作に乗り出した。特に小竹が建てた、俳優養成所は、ハリウッドのスターシステムを採用し、路上の霊魂の花房ゆり子や、グビジン層のクリシマスなど、多数の女優を輩出した。また、小竹が呼んだ、ハリウッドの現役キャメラマン、ヘンリーオタリが果たした影響も大きい。彼が、 レフ板を華麗に用いて撮影したというエピソードは日本が映画を単に映すという段階から一歩進んで商品として新しい芸術、メディアとしての映画のあり方を象徴するものだった。この純映画劇運動は1923年の関東大震災で現代劇映画を制作していた東京のあらゆる撮影所が壊滅し急激の中心地。 京都での撮影のみが行われる状況が発生したことにより突然の終焉を迎えることとなった。1926年に入ると小区による現代劇が本格化し、牛原宇津彦による彼と東京、陸の王者などごく普通の庶民を等身大で描く都会風現代劇が出現した。また、五所平之助による村の花嫁や 伊豆の踊り子のように、田舎の田園を舞台とした牧歌的、叙情的な作品も登場している。エルン・ストルビッチに強い影響を受けた、小津康二郎は、大学は出たけれど、落第はしたけれどなど庶民を、主人公とした、人生観を詰め込んだ作品を数多く残した。こうした小畜の動きに遅れを取った日活は、1923年の震災による、 向島撮影所の閉鎖を受けてようやくお山から女優への移行を果たす。翌年には京都の郊外、渦政村に日活渦政撮影所が開設される。日活現代劇の代表ともされる溝野口賢治はハリウッドで学んだ撮影技法を駆使し、霧の港、地と霊、京連の女師匠など様々なジャンルを試み、あと、石を築いた。 他方、内務省警保局による活動写真検閲なども行われ、キ笠邸之テの日輪などは作品に当局の介入が入り、大幅な編集を余儀なくされ、改作改題の上公開となるなど、検閲の影響により工業的に失敗となった作品も少なくない。しかし、キ笠はその後も、精力的に活動を続け、日本最初の前衛映画となる。 共通体一ページや欧州で高い評価を受けた十字路など順映画劇運動の目的、目標を達成させている。時代劇に目を移すと、尾上主演千本記念作品、荒木またえもんなどが取り上げられるが、従来の悠々とした向上を述べ、人を切るといったスタイルから、よりスピーディで、激しい盾が求められるようになっていた。こうしたスタイルを、いち早く確立した。 バンドをつまさぶろうは、オロチで人気を博す。その他、大河内伝次郎による、丹下左膳や、市川歌右衛門の、旗本退屈男、嵐寛十郎の、倉馬天狗など、新しい時代劇が多数登場した。陶器映画の海の親リードフォレスト映像に対し、音声を加えようとする試みは、映画の移入と、ほぼ同時になされており、河浦健一は1902年に、 レコードの回転とフィルムの回転を同期させることによるトーキーの実験を行っている。これらの試みが商業的な脚光を浴びるのは1927年の昭和キネマによる港キーであった。アメリカのリード・フォレストからトーキー技術の権利を購入した港義蔵によるものである。港キーを使用した幼いカオルによる黎名は 技術的な問題から公開には至らず、日本最初のトーキー映画は1929年の大尉の娘であった。同年、ミナトーキーとは別方式、登場生成のイーストフォントーキーを採用しようと研究したが、結局、独自のディスク式トーキーで、牧野正宏が監督した戻り橋が公開された。イーストフォンは一般には浸透しなかった。その後も、 溝口賢治による、ふるさとなどが続いたが、字幕と音声を併用した、いわゆるパートトーキーの形式が、一般的で、完全なトーキー映画として、最初に登場したのは、五所平之助の、マダムと女房であった。資本力のある大会社はこの時代、積極的に、無声映画から、トーキー映画へと移行を図り、 一部例外として、オズ・ヤスジローのようにトーキーに会議的な目を向ける者も,もいた。1935年には完全に移行を成し遂げるが、財政的に移行の難しい独立プロは1938年頃まで無声映画を撮り続けた。この結果小スタジオは続々と大手映画会社へ吸収されていく。また、無声映画時代が終了しても、 海外映画の解説役として存続が図られた、弁士も、1931年、モロッコで、初めて採用された字幕スーパーの登場により、不要な存在となった。既得権益を守ろうとした弁士は、トーキー進出の妨害活動に出たが、時代の流れに逆らうことは、もはや不可能となり、弁士の存在は忘れられていった。こうしたトーキーの出現は、 新しい俳優の出現や、新ジャンルの確立をもたらした。落語や、生体模写など、語り芸を制御とするものがスクリーンへ登場し始め、江本健一、古川六波などといった、喜劇俳優が台頭するようになった。また、愛禅桂のように主題歌の流行を通して、人気を博す映画も現れるようになった。トーキー映画の出現は、 撮影期間の長期化という現象をもたらすこととなった。これがきっかけとなり日活は1934年に玉川へ、松竹は1936年に大船それぞれ撮影所を移転、拡充した。それぞれの特徴として日活は重厚で泥臭い、作風を、松竹は洗練された都会風の作風を得意としていた。日活を代表する監督としては、 人生劇場、青春編、どの内田トム総坊、安倍一族の熊谷久虎、松竹を代表する監督としては、隣の八重ちゃんの島津康次郎、愛善勝良一人息子の野村広正、ありがたさん、花形選手の清水博士などが挙げられる。こうした一連の作風に疑問を投げかけた、溝野口賢治は、何は非か、 擬音の姉妹などで方言を用いた作品を取り上げ、既存の映画は東京弁でなければならぬという概念を打ち崩していった。1930年に設立された PCL は1933年より映画制作業界への参入を表明した。黒沢明や本大志郎、滝口修造、伊部カ大など多数のスタッフを集め、日本で 最初のプロデューサーシステムを採用した会社となった。初期には、木村外寺の、川向こうの青春、ニーモオト、や小畜より移籍してきた、ナルセミキオの、妻よ、バラのように、石田民ミの、花散りぬなどが人気を博した。特になるせの、妻よ、バラのようには、海外進出も実現し、ニューヨークで、一般公開された初の日本映画となった。 当初、PCL は配給館を所有していなかったことから、工業的な苦戦を強いられたが、1937年、小林十三などの働きにより、写真科学研究所、京都の大沢商会の映画スタジオである、JO スタジオ、半球資本による配給会社、東方映画配給などと合併し、東方映画として配給上の困難を解消し、日活、松竹に続く。 大映画会社となった。1937年、日本と当時のナチスドイツとの間で、一本の国策的映画が制作された。山岳映画を得意とした、ドイツのアーノルド・ファンクと、伊丹万作の共同監督で制作された、新しき土である。日本での工業的な成績では、失敗に終わったが、主演女優として、典型的な、 日本人女性山渡航子を演じた原節子はその要望と演技が絶賛され、戦時下の日本映画において欠かせない女優となった。第二次世界大戦による国民と国土の疲弊は映画産業界においても甚大な影響を与えていた。1941年には当時アメリカに次ぐ世界第2位の制作数である。 年間500本を超える映画を制作していた日本も1945年にはわずか26本の制作となっておりその影響が伺える。また1939年に成立した映画法により制作と配給が許可制に監督と俳優は登録制となり制作される作品についても脚本段階で検閲が入った。 さらに ABCD 法移網による経済制裁が発動するとアメリカからのフィルム輸入が途絶え国産フィルムは軍需品とされ厳しい使用制限がかけられ映画業界にとって死活問題となった東方はこれらの状況を打破するため軍部と積極的に関わることで活路を見出したが日活は1942年に 永田正一の主導による合併に巻き込まれて、大日本映画となり、日活の名は消えていった。戦前数多く存在した独立スタジオは、閉鎖、合併を繰り返し、映画産業の規模は、急速に縮小し、東方、小畜、大英の三者を残すのみとなった。当然、戦争を主題とした映画が主として制作され、田坂智孝は、 5人の石膏兵で、戦場における信頼をテーマとした作品を取り、ベネツィア国際映画祭で入賞を果たした。後期2600年記念の安倍豊の、燃ゆる大空では、実写に重きを置いた、航空映画として、陸軍航空本部の監修により、実物の戦闘機や、爆撃機が撮影に使用された。吉村孝三郎が制作した、艦長いまだしせずは、 戦意高用を訴える映画が続く中で、スパイへの警戒を訴えた、珍しい切り口の映画となった。また、山本果次郎の、ハワイマレー沖海戦では、真珠湾攻撃を再現した、特撮担当のつぶらや英二による成功なミニチュアが、話題を呼び、軍神、加藤武夫と飛行第64戦隊を描いた、加藤春戦闘隊では、陸軍の全面協力により、 実物の戦闘機や爆撃機及び連合国軍の露飼機が多数出演し、つぶら屋の特撮と高度な合成技術とともに迫力ある作品となった。厳しい検閲の目を交わし、反戦を訴える作品を制作した監督としては、亀井文夫が挙げられる。品事編や、上海などでは、表向きは、戦意紅用映画と歌いつつも、日本軍の行軍を見つめる民衆や、 疲弊した兵の表情をフィルムに収めるなど、意図的な映像を流した。続く作品、戦う兵隊は、上映禁止となり、加盟は免許剥奪の上検挙されてしまう。また、戦争を主題としない作品についても、口頭無形な娯楽向け作品が一律禁止され、稲垣博士の、宮本武蔵や溝口賢治の、元禄中心蔵など、 厳粛な女子史的作品が制作された。1940年代前半に登場した黒沢明は姿三四郎においてその頭角を表した。1945年に最終決戦を呼びかけるために制作が検討されていたジャンヌ・ダルクを原作としたアラビメ様は同年の日本の敗戦により蔵来りとなっている。1937年8月。 映画の関東に、巨国一致、十号を守れなどの一枚タイトルを挿入した。1944年12月7日、英敗は、生フィルム欠乏のために、731の映画館に、配給休止を宣告した。外地における映画は、獲得した地を、日本化するための有効な手段と捉えられ、積極的な上映が実施された。台湾、朝鮮。 満州、インドネシアなどにおける各地の映画史を簡単に以下に、記す。台湾日清戦争により獲得した台湾で、高松豊次郎により最初の映画上映が、行われたのは1901年である。台湾において、最初に制作がなされたのは1921年で、アズボーカクランという食品衛生系も映画であった。また、1925年には、 台湾人の李末法により誰のかが制作された。日本で起こった純映画劇運動において台湾という辺境の地は格好の題材となり、江田正義郎の愛の曲、田坂智隆のありさんのキャンジ、超運格の結婚、安藤太郎の擬人クレオートリなど台湾を舞台とする様々な作品が撮られている。しかし、現地人による 映画制作はそれほど活性化せず、1941年に台湾映画協会が設立され、管理統制が厳しくなると、その傾向は終戦まで続いた。朝鮮1910年に併合した朝鮮における映画は1919 19年に制作された、金須山の義理的ダウチを講師とした。日本のシンパに強い影響を受けた作風は独立後も続き、 政府政策による日本主義の追放が叫ばれた後も、審波の影響は払拭されることなく、現代に続いている。日本政府は、当初、インシロミナ南による貯蓄奨励映画、月下の誓いなど、台湾と同じく映画による教育啓蒙を試みたが、自身の手による映画制作の機運が強く、1924年以降、日本人が設立した。 朝鮮キネマに対抗するかのごとく、独立スタジオが林立した。1926年に、ラウンケイが制作した、アリランは、民族主義の公用における重要な役割を果たした。映画、アリランの再評価など、つもり周一が監督したという説も存在する。その他、金色夜舎の本案で、理慶孫の、 超昆布や李景官が制作した反日的内容の朱なき渡し船などが話題を呼んだ。また、李明キラウによって制作された最初の陶器家映画、春家伝」は1935年に登場して以降何度もリメイクされ、韓国における国民的映画の一つに発展している。日本が軍国主義へ傾くにつれ厳しい検閲が敷かれるようになり、 朝鮮での映画生産は減少していき、1940年には日本と同じく映画法が実施されるに至った。1942年にはすべての映画会社が閉鎖され、朝鮮総督府による朝映が設立された。この時代は主に日本人監督が現地のスタッフを使用して映画を制作するというスタイルが主となり、日夏栄太郎の君と僕、 豊田志郎の若き姿、今井忠氏の暴露の決死体などが公開された。1945年、植民地支配が終わるとともに、自国映画制作が再開され、再トラケの自由万歳を皮切りに、反日映画のラッシュが続いた。その後、韓国においては1998年まで、日本映画は公式には一切上映されなかった。 満州理工蘭日本が1932年に建国した満州国では1936年に満州映画協会が設立され映画制作が取り行われた。マニでは日本の文化系魔を目的とした映画と一般の劇映画が制作され一部は日本に持ち込まれるなどした。1940年にシナの夜に登場した理工乱はその美貌と歌唱力。 演技力などで一躍スターとなった。1942年頃より自由な映画制作を求め、木村外樹や内田とむなど日本人映画監督が次々とまんしてくる。前編がロシア語で構成された島津安二郎の私のうぐいすなど自由活発な映画が企画、制作された。1945年に満州国が崩壊すると 万栄の施設はソビエト連邦に接収され、万栄スタッフは日本や台湾、香港へと散り散りに去っていった。日本では、ネギシカンイチやマキノミツオなどにり利をした万栄引上げ者が迎え入れられ、後の東映の基礎を形作った。上海上海では1910年代より中国映画の制作地としてその名が知られており、1937年に、 日本による占領が始まると、日本軍はその映画管理を、川北長政に要請した。川北は1939年、上海の映画会社を併合し、中華電営を設立した。作品としては、マニエイトの合作で制作された、リコーラン主演の、万世、流頬などがある。1945年、日本が敗戦した後は、上海で、日本人と共に、 映画制作を行っていた中国人監督の大部分が香港へ亡命し、後の香港における映画産業発展の礎となった。インドネシアインドネシアでは現地人による映画撮影が禁止され、日本軍による啓蒙映画が主に制作された。また、日本軍の捕虜虐待を隠蔽する目的で、いくつかの偽ドキュメンタリー映画が制作されるなどした。 有名なものとしては1944年に、日夏英太郎が、ジャカルタで制作した、コーリング・オーストラリアがあり、オーストラリア人捕虜が撮影した映像として、連合国軍側へ送付された。後にオーストラリアは、捕虜として出演したものを集め、コーリング・オーストラリアの虚偽を告発するドキュメンタリーを、制作している。今井正し青い山脈1945年、日本が、 第二次世界大戦に敗北すると GHQ による日本間接統治が開始された。日本で制作される映画は GHQ の下部組織 CIE によって管理されることとなった。この管理体制は1952年まで続き日本映画界において初めて外国機関による管理と制御が実施された得意な機関となった。 企画と、脚本段階で英語に翻訳し、CIE で許可されたもののみ制作がなされた。例えば、黒沢明の、赤月の脱走は、当初、山口敏子主演の朝鮮人従軍安婦を描いた作品としていたが、数十回に及ぶ CIE の検閲により、原型を止めぬ作品となってしまっている。完成したフィルムは CCD により2度目の検閲が行われた。 また、この検閲は、過去の映画作品に遡っても実施された。また、占領政策の一環として、戦争責任の問題は、映画業界にも波及し、戦時中の映画制作において、戦争協力者を追放すべしとの声が叫ばれ、始めると、川北長政、根岸シ一木戸志郎といった、戦意公葉映画に携わった人物が1947年に、 映画界追放とされた。しかし他のジャンルにおける追求と、同じく映画業界においても、戦争責任の所在は曖昧に処理され、上記の処置は1950年には解除されている。戦後、最初に公開された映画は、佐々木康氏による、そよ風で、並木道子による、主題歌、リンゴの歌が大ヒットした。 CIE のデビッド・コンデによって1945年に発布された制作禁止リストにおいて国家主義や愛国主義、自殺や仇打ち、残忍な暴力映画などが禁止項目となり時代劇の制作は事実上不可能となった。この影響で時代劇を制御としていた俳優は現代劇に出演するようになる。片岡知恵蔵のタラオ番内。バンナイ バンドを妻三郎サブロの、破れたい子、稲垣・博ロの、手をつなぐ子、と、伊藤大輔の、王将などがそれにあたる。また、GHQ 主導で進められた、民主主義来参作品として、プロパガンダ映画が多数制作された。その中で、黒沢明の、我が青春に、食いなし、吉村幸三郎の、安城家の舞踏会、今井忠氏の、青い山脈などに出演した。 原節子は西洋的な新時代の幕開けを象徴するスターとして国民的な人気を博した。佐々木康氏の二十歳の青春では日本映画最初のキスシーンが撮られた。1945年11月16日 GHQ は非民主主義的映画排除型指令に関する覚書を交付した。11月19日超国家主義的 軍国主義的、封建主義的思想の映画236本の上映禁止、焼却指令を発表した。1946年1月28日、GHQ は映画検閲に関する覚書を出し、民間検閲家による検閲を開始。8月13日、記録映画、日本の悲劇上映禁止を通告。羅生門。 24の瞳1951年にサンフランシスコ講和条約が締結されると翌年に GHQ による映画検閲が廃止となる。これにより上映禁止となっていた時代劇が復活するとともに多数の映画が制作されるようになった。国際映画祭において黒沢明や溝口賢治らの日本映画作品が 次々と受賞し、日本の文化的教示の回復に努めた。また、1958年には映画人口が11億人を突破するなど、映画は娯楽の伝道として不動の存在となるとともに、映画産業における第二の黄金時代が到来することとなった。GHQ によって制限されていた戦争映画が制作され始め、関川秀夫の 聞け、和だつみの声、今井忠氏の、姫百ゆりの塔、木下圭介の、24の瞳、市川昆の、ビルマの立て事など、戦争を単純悪と捉えた作品ではなく、戦争体験の悲壮さや、感傷的解雇を目的とした作品が、次々と登場し、社会的影響となった。その他、戦艦山戸や、太平洋の足といったノスタルジア映画も量産された。 こうした中で、嵐勘十郎が明治天皇を演じた明治天皇と日露大戦争といった作品までもが登場した。神聖にして犯すべからずとされた天皇の商品化という戦前には考えられなかった事態であった。映画の国際的評価も上昇し、1951年に黒沢明が羅生門でベネツィア国際映画祭グランプリを受賞したのを、 川切に、溝口賢治が1952年、最核一大女、1953年、うげつ物語、1954年、三章大舞と、3年連続で受賞した。1954年は他に、黒沢の、七人の侍も、ベネツィア国際映画祭銀受賞を受賞、カンヌ国際映画祭において、キヌガサテノスケの、 地獄門がグランプリを受賞するなど、極東の国から届けられたフィルムに、世界中が驚嘆した。こうした映画の量産体制は東方、松竹、日活、大英に加え、急速な発展を見せた東映が主体となって、牽引した。各社の動向は、以下の通り、東映新作日本盾の量産体制を強行するために、 子供向けの連続活劇形式の短編を長編に閉営する。中村金之助、東千代之助出演の新諸国物語薄い同時シリーズ、新諸国物語くれないくじゃくシリーズが子供たちに圧倒的に受ける。また、市川歌右衛門、片岡千恵蔵、月形龍之助、大友龍太郎出演の大人向け時代劇も活性化。 中村金之助、大川橋蔵主演作とともに、東映は、時代劇王国としての地位を築く。現代劇でも、東映ニューフェイスから、中原瞳、高倉健、水木城,城、佐久間良子、梅宮達夫、千葉真一などの主演スターが輩出した。今井忠監督、米、純愛物語などの現代劇の終作、ヒット作も残した。 また1958年10月、日本初の長編カラーアニメ映画、白蛇伝を公開するなど、日本アニメ映画の中高の祖としての役割、東映シネマスコープの導入で、日本映画のワイド時代を昇平した役割なども、特質的である。東宝、ゴジラ森重久也出演の、三頭重役より、サラリーマンシリーズ、フランキー酒井出演の社長シリーズ、駅前シリーズが、 大ヒット。東方の経営を支えた。今井忠監督、また会う日まで、ベネツィア国際映画祭グランプリを受賞した、稲垣博監督、無法松の一生、成瀬美夫監督、浮雲、岡本喜八監督、独立グレン隊、東方葬儀により一時東方を離れていた、黒沢明は、生きるを皮切りに、七人の侍、隠し取りでの三悪人などが、 大ヒットした。黒沢は、莫大な制作費をかけるため、1959年に黒沢プロダクションが発足されるが、東方とのパートナーシップは続いた。七人の侍も公開されていた1954年には、ゴジラが大成功を収め、シリーズ化されて1975年まで続く、ドル箱シリーズとなった。一降小田元義監督、 津村屋栄治特撮監督、透明人間、本田石郎監督、津村屋栄治特撮監督、十人勇気男、など、特撮作品でヒットを飛ばす。東宝映画千本の記念作品は、特撮映画で、稲垣博監督、津村屋栄治特撮監督による、日本誕生だった。松竹、大場秀夫監督による、君の名は、今井忠監督、にごりえ。 聞くとイサムをはじめ文芸作が大ヒット。小林正樹監督、人間の条件では、ベネツィア国際映画祭りサンジョル受賞、パシュネッティ賞を受賞した。さらに福田誠一監督、万淳三ブロ出演、二等兵物語など、松竹がお得意とする、喜劇作品もヒットした。木下圭介監督が、カルメン故郷に帰る、日本の悲劇。 24の瞳、女の園、脳菊のごとき気なりき、太陽と薔薇、喜びも悲しみも、育歳月、奈良山節光などや、小津安二郎監督も、爆臭、早春、悲願下、東京物語などを発表した。日活1953年の制作再開以降、市川根監督、ビルマの盾事などの文芸作を制作していた。社協定により、 他者からスターを引き抜けないため、石原裕二郎、小林明、浅岡瑠璃子、赤木圭一郎、獅子道場、新谷秀明、河内民夫、町田京介、和田浩二などの自前のスターを作り出し、若年向けの青春映画や無国籍アクション映画を制作、配給した。中でも、古川匠監督、太陽の季節、中平康監督、狂った果実、 井上梅治監督、嵐を呼ぶ男、田坂智孝監督、火の当たる坂道、倉原恒良良監督、風速40メートルなどの石原雄二郎主演作が一線を風靡する。川島雄三監督フランキー、坂井主演の幕末太陽伝などの歴史に残る作品も残している。大英1950年代から1960年代前半にかけて、 男優では、長谷川和夫、市川雷蔵、女優では、慶恵町子、山本富士子、若尾文子と、さらに他社専属やフリーの高峰秀子、鶴田浩二、岸稽子らも出演し、溝口健二監督、近松物語、吉村幸三郎監督、夜の川などの名作を、多数送り出した。中でも、市川主演作が人気を呼び、森一世監督、薄桜木、 伊藤大輔監督、弁天小僧などの時代劇のほか市川根監督、炎上などの文芸作もヒットした。このほか新藤兼戸監督、原爆の子、山本札夫監督、真空地帯、今井忠監督、真昼の暗黒などの独立系映画も、活発に制作、公開。1957年には、手志河原博士や波に進むなどの若手映画人らが、 グループ、シネマ57を結成し、実験映画の制作などを行っていた。日本における映画観客動員数の推移。1960年に日本映画史上で最高制作本数となる547本を制作し、ピークを迎えた。そのほとんどは大手6社によるプログラムピクチャーで、この年以降、映画産業に陰りが見え隠れするようになった。 観客動員数はこれより先、1958年の11億人強を最高に急激に加工し、1963年には半分以下の5億人強となった。この背景には1953年より登場したテレビの急速な普及がある。テレビは1959年の交代し結婚をきっかけに一般に広く浸透し、 1964年の東京オリンピックでその勢いは加速。またこの時期富士テレビに在籍していた五社英雄が小畜へ出向し、三匹の侍で映画監督としてデビュー。テレビ畑出身、映画界での下積み経験のない人材が大手映画作品に進出していく契機となる。1961年には浸透法が制作停止。 日活は1969年に撮影賞、売却、1971年に制作停止となった。同時に、中平康鈴木清順、増村康三、倉原恒良義、石井照夫、岡本喜八、今村昌平、松本敏夫、大島渚高橋治、山田洋二、吉田喜重篠田正宏、山下耕作、五社英雄。 深作金治、三隅健治、工藤栄一、浦山桐夫、熊井桂、哲河原博士、若松浩二といった個性的で、多種多様な若手監督が活躍した時代でもあった。東映観客動員、ナンバーワンとなった東映は、1960年に第二東映を設立し、制作本数を倍増して、日本映画界の売上50%のシェアを目指したが、うまくいかず、 二年で解散。映画不況が始まった1960年代から1970年代、はじめは、鶴田浩二高倉健、藤順子らを要して、人況ブームを作った。このジャンルの回想は、沢島忠氏の人生劇場美社格と言われ、義理と人情の板挟みに合いながらも、自己犠牲を貫く内容だった。一行、幕と、日本共格伝。 アバシリバガイ地、昭和山京殿、ヒボタンバクトといった人,狂シリーズは人気を博し、1972年頃まで制作され、内藤誠の不良眼長シリーズもヒットした。一方で1969年には、オールスターキャストの日本暗殺記録を封切り公開し、東大紛争、安保闘争など騒然とした当時の世相を反映させている。 東宝なるセミキオ東宝では、社長シリーズに続き、古沢健吾による植木東主演の無責任シリーズ、日本一の男シリーズなどを開始し、陽気なミュージカル喜劇として人気を博した。また、加山雄三主演の若大将シリーズでは、松竹が得意としたスポーツマン大学生物のお株を奪うヒットを見せた。他方で、黒沢明や怪獣映画も、 人気を堅持し、黒沢は引き続き黒沢プロダクションとの東方共同制作で、用人坊、椿三十郎、天国と地獄、赤ひげなどの作品を発表した。1969年にアメリカの20世紀フォックス社の戦争映画、トラトラトラの脚本と監督を依頼された黒沢は、最終編集権が監督にないハリウッドのシステムに反発。 撮影が容易に進まず、激しい新郎の末に解任され、自殺未遂事件を起こす。また、1970年には、初のカラー映画、ドデスカデンを制作している。岡本喜八による、独立グレン隊で戦争者にも進出し、多彩なジャンルをアピールした。岡本はその後の、日本の一番長い日で東方と制作主張をめぐり、決別を告げ、死費で、 肉弾を制作している。その他代表作としては、市川昆総監督、東京オリンピック、成瀬美清監督の、女の中にいる他人、乱れ雲などが挙げられる。東方は1961年頃に、ロサンゼルスの老舗映画館、ラブレアを買い取り、自社作品の上映を開始し、同館は米国における、日本映画のショーケースとして機能した。60年代には、 同様に、ニューヨークのタイムズスクエアにも専門官を所持した。松竹大島渚大船町と言われた松竹お得意のメロドラマ路線が、収益を呼べず、1960年に、木戸志郎社長が辞任。監査役の大谷博が社長となった。松竹ヌーベルバーグと呼ばれた、助監督軍が、相次いでデビューし、 大島渚監督、青春残酷物語、日本の夜と霧、吉田喜重監督、六でなし、秋津温泉、篠田正宏監督、恋の片道切符、暗殺などの斬新な作品群を発表するが、日米安保改定問題を扱った大島渚監督、日本の夜と霧が封切り4日後に松竹によって、工業を打ち切られる。松竹を辞めた。 大島渚は独立プロ創造者を起こすなど、松竹ヌーベルバーグの監督たちは後に松竹を後にした。野村義太郎は、背景天皇陛下様などの人情喜劇、コント55号主演映画などを監督。山田洋二監督は、下町の太陽、バカ丸だし、霧の旗などの作品を経て、1969年より、男は辛いよ、シリーズを始める。 代表作には、小津安二郎監督、秋日和、三間の味、木下圭介監督、笛吹川、永遠の人、二人で歩いた幾く春秋、死闘の伝説、高下、渋谷美監督、モズ、小林正樹監督、切腹、絡み合い、松山善造監督、山があり、葉に進む監督、満たされた生活、中村昇監督、こと、木の川、段春、 死へこっしょう、シシ春、我が恋我が歌、吉村孝三郎監督の、眠れる美女、倉原惚れ吉監督の、栄光への五千キロなどがある。宇宙大怪獣、ギララ、吸血鬼ゴケミドロなどの怪獣映画も発表するが、ヒットには至らなかった。日活1960年代に引き続き、無国籍映画と言われた、和製西部劇が大ヒットするが、 本格的なテレビ時代の到来と日本の映画産業全体の社用化の煽りを受けた上に、アクション映画のマンネリ化、企画不足、石原裕二郎と小林の人気低下、社長、堀久作のワンマン体質から来るホーマン経営などが、次々に災わいして1960年代半ばから、業績は、急激に悪化。その1960年代には、吉永さゆり、 浜田光夫、高橋秀樹、渡里哲也、山本洋子、泉正子、松原千恵子、藤達也、梶治芽子、杉良太郎らを排出したが、体調を食い止めることはできなかった。一方、今村昌平が、豚と、軍艦、日本昆虫記、赤い殺意、鈴木誠潤が、東京流れ物、県会レジーなどを制作したが、 殺しの楽院に不満を持った堀から解雇される。このほか監督では、熊井慶、浦山桐蔵を要した。大英1960年代に入ると、勝慎太郎、田宮二郎が頭角を表すが、長谷川和夫、加納淳子の引退、長田正一社長によって五社協定にかけられた、山本富士子、田宮二郎の退社、市川雷蔵の急姓で、 観客数の落ち込みが深刻になり、長田のワンマンなホー経営もあって業績は悪化。日本初の70ミリ映画、釈迦や旗、始皇帝など、大作映画路線も数作で終わった。この年代の大映の代表作には、市川根監督の、弟、ボンチ、黒い住人の女、私は2歳、破壊、雪の上変化、 増村康三監督の、二世大学生、妻は告白する、制作の妻、花岡清春の妻、三住健ケ監督の、キル、ケン、ケンキ、吉村幸三郎監督の、その夜は忘れない、越前地区人形、川島雄三監督の、ガンの寺、しとやかな獣、山本札夫監督の、傷だらけのサンガ、白い巨頭、氷天、森一世監督の、ある殺し屋などがある。 ガメラシリーズ、大魔人シリーズ、妖怪大戦争などの子供向け特撮映画も発表し、中でもガメラシリーズに至っては、東方のゴジラシリーズと並ぶ怪獣映画の2枚看板にまで発展するに至るほどの人気シリーズとなった。主な人気シリーズは以下の通り、独立系大手企業によるブロックブッキング性の影響があったものの、文芸プロダクション人参クラブが、 複数の作品を制作、公開しており、1966年の日本、台湾合作映画、神風やローマヒルのケツとは、主演の千葉真一と監督の深作金次が、東映に席を置きながら参加した作品である。一方映画産業の社用化とともに、監督が大企業を離れて独立プロで制作を行う、といったことが見られるようになり、神道亀との、 裸の島、鬼馬場、裸の19歳や、手志河原博と、安倍工房による、落とし穴、砂の女、他人の顔といった、ブラックユーモアに満ちた作品が出現した。ATG1961 年に、日本アートシアターギルド設立。非商業主義的な芸術作品を制作、配給した。第一回配給作品は、イエジー・カバレロビチ監督、ニソー・ヨ 初の日本映画作品は、手志河原博監督、落とし穴。一行、1968年には1000万映画の制作を開始し、新道兼と、派に進むなどの独立系監督のほか、三島幸男、実相寺明男、寺山修司、田原総一郎、清水国雄などの異業種出身監督、黒木和夫、松本俊夫などの新人など、 多くの出身者や作風に文句を広げた。また1960年代後半には、ピンク映画出身の若松浩二など、そして大手古社映画を実した、大島渚、今村昌平、吉田喜重、篠田正宏、岡本喜八、熊井慶、増村康造、斎藤孝一、または、フリーの市川昆などにも、制作と発表の場を与えた功績も大きい。 多くの作品が、キネマ旬報ベスト10に選定されるなど高い評価を受け、70年代は、もちろん、80年代後半まで大きな潮流となった。その他の動き1962年、手塚治虫が虫プロダクションを設立。1970年代も日本映画の集客力の、凋落は止まらず、内訳で見た場合、1971年に、 公開された367本のうち、大手5社の占める割合が約4割に激減した。このうち、大英は倒産し、後の1974年に、徳間書店に買収された。逆に、低予算で、制作可能なピンク映画や独立プロによる映画が、躍進している。経営難に陥った日活は、労働組合を中心に再建がなされ、1971年より、 日活ロマンポルノとして、ロマンポルノ路線を断行した。また、スターシステムの崩壊により俳優は、制作会社への所属から作品ごとの契約へと、切り替わりが進んだ。全時代に活躍した監督についても、資本を海外に求めた、黒沢や大島、ドキュメンタリーへ転身した今、村など、徐々に消えていくこととなった。いわゆる、五社協定の終焉である。 1950年代から1960年代にかけては映画は10本作れば6本は黒字だったが1970年代後半はヒット作は10本中2本程度になった映画人口もピーク時の7分の1映画がこれほど衰退した国は世界に例がないと当時言われたあまりの衰退ぶりに映画業界から国から女性をという声が 盛んに上がったが、1978年6月に、日本映画制作者連盟の会長に就任した、岡田茂が、金も出せば口も出すで、結局あちらの言いなりじゃ自ら首を絞めるようなものだ。地道に一本一本力を込めて、自力再生するしかない。もう東映だ、松竹だと妙な社風を振りかざして睨み合ってる時代じゃ、ない。 この社用対策を業界全体で考えなくてはならないなどと国からの支援を断固反対した。その一方で1976年に角川春樹が映画制作に進出し、豊富な予算による制作とメディアミックスによる戦略化された宣伝を展開。封切り公開された作品は立て続けに大ヒットし続け、洋画と テレビに押される一方だった日本映画界の停滞を打ち破り、角川映画の勢いは1980年代半ばまで続いた。アニメーションやドキュメンタリーの分野は発展し、後の礎を築いた。1977年に東映が配給した宇宙戦艦ヤマトでは、日本映画で初と言われる徹夜組が出た。1979年には銀河鉄道39が、 公開され、1979年度の邦画の邦画配集第1位となり、アニメ映画史上初の快挙となった。アニメ映画が評価されなかった時代に異例の評価を得る。東映学生運動の衰退に伴い、東映の人気者は色あせた映画と評されるようになった。伊藤俊也の女子サさそりシリーズの公開後、1973年には、 実録路線の仁義なき戦いシリーズや格闘映画のボディガード牙シリーズなどが大ヒットし以降次々とシリーズ化され実録格闘路線は経営を支える日本柱となった特に千葉晋一の格闘映画は欧米東南アジアでも大ヒットした1975年には日本国内では初めてのパニック映画である 新幹線大爆破を公開したが、日本ではヒットしなかったものの、海外では高い評価をされて大ヒットした。同年には、松竹の男は辛いよシリーズに対抗したトラック野郎が新幹線大爆破より日本での興行収入を上回ったことからシリーズ化され、菅原文太は薬座映画から脱却するきっかけとなった。1978年には、 野牛一族の陰謀が大ヒットし、阿公城断絶など次々と時代劇復興を掲げた作品が制作された。1970年代後半からは角川映画、オフィスアカデミーなどの独立プロを盛んに取り込んだ。松竹東京柴又駅の車、虎次郎の銅像松竹では1969年により開始された。 山田洋二による男は辛いよのシリーズ化により国民的人気を勝ち取ることとなった。このシリーズは30年近く48本の映画が制作され1983年世界最長の映画シリーズとしてギネスワールドレコーズに登録されている。角川映画1976年の犬神家の一族を皮切りに出版や テレビドラマ等との複合的効果を狙ったメディアミックスマーケティングを展開し人間の照明、野生の照明、1979年の戦国自衛隊など対策を立て続けに大ヒットさせた犬神家の一族では制作を東方配給は東映など以降の作品でも映画会社のそれぞれの強みのみを採用し従来の映画界の枠を打ち破る 独自の映画制作を進めていった。日活ロマンポルの日活の転身はそれまで所属していた大物俳優や監督との決別を意味した。小林明や渡哲也は東映獅子戸城はテレビへと活躍の場を求めている。逆に今まで機会のなかった新陳監督や俳優が次々と出現し、業界の停滞期において、 唯一と言っていい人材育成の場所となった。日活ロマンポルノは1988年まで週に2本というペースで制作がなされ、熊城辰美、田中登る、小沼正る、村川徹る、池田俊春、中原俊黒沢直介、金子修介といった多数の人材を輩出している。方が配給外社別の年間配給収入まで1980年に、 なると、従来のスタジオシステムは崩壊し、大手が、対策映画を、全国の専属劇場で、同時公開するという方式が成り立たなくなった。日活は1978年に社名を、日活に、1988年に、ロッポニカに変更し、ロマンポルの路線からの脱皮を図ったが、うまく立ち行くことはできなかった。新人監督という面で見れば、 多大な貢献を果たしていたのは日活で、石井隆那須博之、根岸義太郎といった監督が日活より素だった。また、個人制作映画から森田義光、原和夫や高根強といった個性的な監督が登場したのもこの頃である。1984年、伊丹十三が51歳で、お葬式で映画監督としてデビューし、当初は、 映画の名前が良くないなどと、ほとんど映画館から上映を断られるほど知名度が低い状態であったが、最初は小さな映画館での上映から始まり徐々に高い評価を受け上映感が拡大し、ついには日本アカデミー賞、芸術戦勝新人賞をはじめとして、実に30を超える映画賞を受賞する状態までになった。1987年のマルサの女は、 同時代を取材しそれを巧みに取り込んだ作品で、社会現象化し世間はこの映画のことで話題しきりの状態となった。伊丹は日本映画に伊丹独特のセンス、新しい切り口、新しい手法などを導入した。80年代終盤になると有名人を映画監督に担ぎ出す動きが相次ぎ、ミュージシャンや俳優から作家、画家など、 あらゆるジャンルの監督が出現したが、二作目のメガホンを取ったのは、北野武坂東玉三郎、竹中直人など、ごくわずかであった。一方、1970年代に沈黙してきた巨匠の復帰作品というものも見られ、代表的なものとしては、黒沢明の、影武者、乱、夢や鈴木清順の、ついごいねる愛善、影座、夢寺や吉田基獣の、 人間の約束、松本敏夫のドグラマグラなどがある。北野武史シネマコンプレックスが日本に定着した1990年代は、長期向上的な不景気の煽りを受けつつも、1994年、長らく減少を続けていた映画関数が、ようやく増加の傾向に切り替わった。1960年から30年、 すべての数値で減少し続けていた映画業界において、わずかながらではあるが、回復の兆しが見え始めた時期であると言える。メディアミックスの動きが活発になり、ゲーム、漫画、アニメなどと連動した映画作品が増加した。制作委員会方式によるリスク分散の手法が一般化し、テレビ制作会社の映画事業参入が増加。2000年代の邦が復活の布石となった。 また、1950年来遠ざかっていた、国際映画祭の話題もいくつか出現し、1997年、今村昌平の、うなぎが、カンヌ映画祭のグランプリを、川瀬直美の、萌えの鈴作がカメラドールを獲得した。ベネツヤ映画祭では、北野武氏の、花火が、禁止師賞を獲得し、マスメディアにおいて、日本映画のルネッサンスという評語まで誕生した。 工業面においても、スオ正マサユキの、シャル・ウィー・ダンスなどがアメリカをはじめとする諸国で成功を収めた。国内においても1997年に、宮崎駿の、もののけ姫が、記録的なヒットとなるなど、明るい話題が続いた。邦が配給外者別の年間工業収入以降、近年、 他チャンネル時代を迎える中で、海外の映画監督の評価もあり、日本独自の映像表現が見直されるようになった。特に、ジャパニーズホラーとも呼ばれるホラー映画が海外でも、脚光を浴び、オ音などが、ハリウッドでもリメイクされるようになる。同時に、低迷する日本映画を支える動きが起こりつつある。その成果があったのか、2006年は21年ぶりに、放課の興行収入が、 洋画の工業収入を上回った。だが、これも、洋画の工業収入の低迷によるという一面がある。2014年には、映画工業収入トップ20の大半が邦画であり、アメリカ映画はわずか5本となっている。また、テレビ局が出資した映画の CM を自局で大量に、流し、情報番組などで煽っているという裏があり、 それに比例し、テレビ局の口出しが増え、映画の自主性が薄れているとされる。もっとも、これらの傾向は低迷していた1980年代以来続いていたことであり、そういったメディア展開は、必ずしも、工業収入増加を約束するものではないという見方もある。また、タレントや流行の単発芸人などは大勢によるその場的な利用についても、特に日本は、 欧米と違い、タレントが CM からお笑い、ドラマや映画まで出演しているため出演者の個性が脳裏に焼きついて映画として見られないという声もある。放送法でテレビ局は番組以外の商品は宣伝が自由にできるので制作してはならないという決まりがあるが将来自局で流す映画のコマーシャルは放送法に違反しないため問題はないので上記で挙げた。 過剰な宣伝は、モラルの問題とされる。一方で、東京など大都市よりも、地方都市で、ロケーション撮影をする作品が多くなっている。ヒット作品の中には、地方都市を舞台にした作品もあり、これをきっかけに、ロケ地をめぐる観光客が増加したケースもある。地方活性化の一役を映画が担っている面も、この時代から急速に大きくなっている。 そのため誘致から撮影のスケジュール調整などを担うフィルムコミッションが各地で設立されている。現在、日本映画の制作本数は増加しており、2006年の公開作品総数は821本、スクリーン数は3062、入場者数は計1億6427万人余りであった。しかし同時に公開の目処の立たない長編映画、 DVD 化もされない作品も多く、そういった作品は年間100本以上とも3本に1本とも言われており、それらは不良再建映画とも言われている。日本の文化的なものとしては、基本的に観客は静寂を保つように視聴するのが礼儀となっており、北米やインドなど拍手、声援などで応答する文化と異なっている。2000年代に入ると、 応援上映などと呼ばれる上映会が催され、それらでは声援など観客たちが映画の進行に合わせて盛り上げることが可能になっている。2001年11月16日、文化芸術振興基本法が衆議院に提出され、同月30日衆参で可決した。法律の交付、施行は同年12月7日。 この法律のメディア芸術の振興の項目で映画を含んだメディア芸術の制作、上映支援などのために必要な施策を講じることが明記され、これと連動する形で第35条で地方公共団体によるバックアップも明記された。このことを受け文化庁は地域振興と結びつく映画制作について助成することを打ち出し、各地方公共団体は フィルムコミッションなどの設立、運営、及び当該組織を通じての映画制作の誘致などを始めた。さらに、眠る男や、船を降りたら彼女の島などのように、地方公共団体が映画に対して直接出資する例も見られるようになった。台湾への日本映画輸出は、1969年に日本映画の輸入が、 台湾映画の制作に圧迫を与えるという理由で、事実上輸入禁止措置が取られ、日本が中国と国交を回復した1972年以来、商売の道も閉ざされ、1973年から全面的に禁止された。岡田茂英連会長以下、各映画会社首脳陣の長年の努力が実り、台湾行政院新聞局から英連に、1980年の 金馬進むに、日本映画の出品要請があり、1980年、当時の英連加盟4社から各1本ずつ、小竹砂の器、東宝、三田館八番小官房郷、東映、203高知、日活、先生の通信簿の4本が、金馬、進むの招待作品として上映された。以降は、日中関係も懸念され、濃すぎる。 日本食を抑えるためか、台湾の制作者や一部ジャーナリストの間で解禁に反対の声もあったが、1982年に岡田エレン会長が放退した際に、創業製院新聞局局長に、金馬進むに出品した4作品だけでも、特別に輸入を解禁してほしいと要請。台湾側の外貨事情、対日感情の好転などの背景もあり、 これが認められ1983年12月6日に東京会館での記者会見で岡田が台湾が15年ぶりに日本映画輸入の門戸を開いたと発表し1984年8月台湾行政院新聞局から正式に日本映画輸入を解禁するとの報道されたこれを祝して1985年2月に新宿東映ホール1で日本で 初めての台湾映画祭が開催された。復活初年度の1985年は、東映だけ203高知を魔界天章に入れ替え、他の三社は1980年の金馬進むに出品にした。同じ作品が台北高尾の映画館で一般公開され、日本映画の輸出が復活した。台湾の解禁で主要国で日本映画を 上映禁止するのは韓国だけとなった。これらは大人気となり、現地の業者が群がり大変な騒ぎになった。翌1986年は、前年の4本から6本に枠が増え、増加分は、英連加盟4社で抽選があり、抽選に勝った東映と小畜が2本ずつになり、角川映画は、当時英連に加盟していなかったが、里見八犬伝は、 この投影の増加枠に入れられ、1986年9月25日に台湾で公開され大ヒットした。レコードチャイナは大ヒットした日本映画の一本として、里見八賢伝を挙げている。風切りに合わせ、薬師丸博子や松坂恵子三船敏郎、岡田茂東映社長、英連会長らが放帯し、 台湾でも大人気の薬師丸が熱烈歓迎を受け大きな騒動になった。当時台湾では最新の日本とアメリカのビデオが見られる同伴喫茶が大流行しており台湾のヤングは国際芸能によく通じていたという岡田は台湾の映画関係者と輸入に関する取り決め事項の調整を行った。海角七号君思う国境の南の監督義徳清は 里見八県伝は初めて自分で2回チケットを買ってみた作品なんですよ。今でもストーリーや登場人物を鮮明に覚えていますなどと話している。1986年から1994年10月にかけては行政院新聞局が6回の輸入割り当て本数の告示を行い合計201本の輸入割り当てを許可したが、 日本映画の著作権量が跳ね上がり、実際に輸入された日本映画は、この間52本であった。1994年10月以降は、全面的に日本映画の輸入が解禁されている。日本映画輸入自由化は、岡田茂エレン会長の永年の努力が大きいと言われる。1986年の岡田と台湾の映画関係者との接触の際に、 台湾側から日本映画は輸出するのに台湾の映画は日本ではやってくれないではないかと不満が出て急遽東映で1987年2月14日からスケバン刑事との閉営で公開予定だった香港映画食山を後ろにずらし台湾側から要望があったカンフーキッド交渉士をこの枠に入れ東映映画系で公開した同作は 日本のメジャー映画会社の番線に乗った初めての台湾映画である。また1995年4月に台湾発の CATV 東映の広志新田中立邸が開局の際、これらの交渉で岡田と懇意になった同社社長両吉雄からの要請で東映大がディズニー大などとともに4チャンネルの一つに選ばれた。台湾はレンタルビデオや CATV などのメディアの普及が日本より早かった。台湾は1960年代から1970年代に日本映画の興行を禁止していたため、台湾人には東映の薬ザ映画が新鮮で人気が高かったという。東映台は3年の供給契約で、東映の過去の映画850本とテレビドラマなど、供給本数は1600本に上った。 台湾の CATV で最初に放映された日本映画、ドラマは東映作品であった。東映はこれを機にアジア戦略を強化し、日本での2次利用、3次利用が一段落ついた旧作品ビジネスをアジアで広げようと1996年夏に日本で公開されたが、配収が4億円と振るわなかったザッツカンニング。史上最大の作戦 の主演、アムロナミエが1997年にアジアでコンサートを開いて人気を高めたことから香港で同作を上映したり、当時アジアの衛星放送で日本のトレンディドラマが相次いで放送され、ライ。ライライの出演者である豊川悦史や鈴木穂奈美らが知名度を高めていたことから台湾と香港で日本公開に先駆け同作を先行上映するなどしている。 ありがとうございます。